イエスは破滅に向かう広い道について話されました。彼は十字架をその道の真ん中に置かれました。彼は腕を伸ばして十字架にかけられました。十字架で死ぬという代価を払って、その道を買い取られたのでした。キリストの十字架は、いつの時代においても最も大きな道路防災です。主の言葉を聞きましょう。その道路防災が、あなたが滅びの道を歩み続けることを阻んでいます。悔い改めて福音を信じましょう。悔い改めるとは、向きを変えて歩み始めることです。私たちはイエスと彼の十字架を避けない限り迷うことはありません。